今月11日に ISS ・国際宇宙ステーションから地球に帰還したユイ・キミヤ宇宙飛行士がアメリカのヒューストンで記者会見し、再び宇宙に行けるくらい体力が回復していると話しました私の回復状況というのは非常によくてですね、まあ、あの降りて1日経った時点で、普通にあの生活して仕事ができるかなと。 3日ぐらい経つともう何ですか、ね、自分でいろんな重いものを運んだりとか、まあ、運動もできるようになりましたし、1週間経った時点でもう、本当に次、宇宙に明日行ってもいいんじゃないかなっていうぐらい回復しましたので。由井さんは ISS 滞在について、141日間はあっという間のミッションだったが、日本の皆さんの声援で頑張ることができたと振り返りました。